作らせていただいたので皆さん初めてご覧になるんです、ね、なぜなら私も初めてやるからドキドキしておりますが、でも皆さんのパワーと、ね、このどん天の曇り空から見えるちょっと隙間に見えるこの明かりから力をお借りして、楽しい紙芝居と素晴らしいトモさんのフラもうフラとオリもうぜひ皆さん体感していただきたいと思います。ハワイと琉球のコラボレーションがここで生まれます。皆さんはその見届け人となりますので非常に歴史は動きますよ、ね、楽しみにしていてください。ということでマイクのテストを終わります。ありがとうございます。司会なっちゃん、昨日は司会者として ご活躍いただきました。石川県金沢市出身、元 NHK アナウンサーでいらっしゃいます。全国各地の昔話や伝説をもとにしたご当地紙芝居や古事記など八百万の神様の神様紙芝居を独自に制作公演する紙芝居全国ツアーを展開。東日本大震災以降、現在も継続的に被災地に足を運んでいらっしゃいまして、石川観光特使でもいらっしゃいます。ともさんこと桑田ともみさん、昨日のオープニングでは素晴らしい回復を見せてくださいました。千葉県木更津市にてフラ教室フラオカマープナヘレを主催され、伝統的なフラ回復から親しみやすい楽曲までを網羅し、多くの人にフラに伝わるスピリチュアリティを伝えていらっしゃいます。フラの持つ自然のリズム、古代から伝わるお祈りを意味するオリ、歌を意味するメレを大切にしています。ハワイ大学クムフラのゲイル・レクア・ゲイソン・タイラー氏から正当なフラを伝承していただき、フラというハワイの祖先の方が残してくれた宝物を分かち合いレッスンをしていらっしゃいます。踊ることで、歌うことで、知ることによって体の細胞の一つ一つから輝き始めるハワイの踊りフラをさまざまな形で響き合わせながら活動されているそうです。さあ、そんなお二人のコラボ、紙芝居とフラ、沖縄とハワイ、それぞれの神話の融合、大変楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願いいたします。皆様拍手をお願いいたします。よろしくお願いします。拍手、ありがとうございます。イエーイ、盛り上がっておりますね。ありがとうございます。ということで改めまして皆様こんにちは、紙芝居師なっちゃんです。そして今日私とコラボレーションしてくださるフラ&オリのトモさんです。拍手、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、ついにやってまいりました、ね、私、神様紙芝居ということで日本のいろんな神様のお話を紙芝居にして全国で届ける活動をしています。そしてトモさんは、木更津を拠点にフラの本来の持っている祈りの、すごい風が出てきましたね、祈りの力を、フラを通して、オリを通して届ける活動をされています。その2人がコラボレーションすると琉球の神話がこんなに面白くなるんだということを今から皆さんに、ね、一緒にシェアしていこうと思っております。で、今日のお話は琉球の神様の中のアマミキヨという女の神様とシネリキヨという女の神様がどうやってこの場所に降りてきたのかというお話を元にした、先ほども申しましたが小さい祭りオリジナルの神様紙芝居でございます。ここでしか見られないかもしれません。なのでぜひ楽しんでください。さあ、それでは参りたいと思います。ここが琉球の神話の世界になっていきますよ。昔昔のお話、まだ生きとし生けるものが生まれる前のお話。ここは広くて広くて広くて広い宇
宙のどこかです。海のような山のようなふわ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 っとした空間、そこに走る二人の神様がいました。そしてこの場所はニライカナイと言いました。ニライカナイに可愛らしい二人の神様が暮らしていました。女の子はアマミキオ、男の子はシネリキオ。アマミキオとシネリキオはとっても仲良し、いつも二人で遊んでいました。ねえねえアマミキオ、君に見せたいものがあるんだ、僕についてきて。いいよいいよ、なになに。僕のとっておきなんだ。シネリキオはアマミキオをある場所に連れて行きました。うわー、綺麗なお星様だわ。でしょでしょ、最近見つけたんだ、とっても鮮やかな色をしてるでしょ。うん、見たことないくらい綺麗。どうやらね、この星最近できたみたいなんだ。本当に綺麗なお星様だわ。うん、いつ見てもルリ色に光ってるよ、ずっと見てたいなと上から覗き込む2人。この星、このお話の中ではルリ色星と呼びましょう。そんなある日のこと、二人はニライカナイのリーダーである天帝様にルリ色星のお話をしました。天帝様、天帝様、あのね、最近ルリ色の綺麗なお星様見つけちゃったの、すごいでしょ。すると天帝様は、うん、あー、評価評価、あの星はな、星の中では珍しい水がある星なんじゃ。我々の住むニライカナイととっても似ておるんじゃよ。へえ、そうなんだ、置いてみたいな。すると、そうじゃ、お前さんたちがあの星に降りるんじゃ。そしてあの星をニライカナイのような美しい星にしてくれないか。え、いいの、あの星私が置いてもいいの、みんないいの、私置いてもいいの、本当ありがとう、嬉しい、わーい。しかし、いや、僕たちがそんな大役できないよ。天帝さんにもニライカナイの神様にも会えなくなっちゃうじゃないか。あー、そんなの無理だよ、無理無理と、シネリキ、わっ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 、大丈夫じゃ。ほら、ルリ色星をよく見てみ。ほら、ごらん、すやすや眠っておる、かわいいの。お前さんたちにそっくりじゃないか。お前さんたちにそっくりじゃないか。あ、特に似ておるの。お前、そっくりじゃ、ルリ色星じゃない、お姉ちゃんもよく似ておるぞ。みんなそっくりだぞ、元子供の皆さんもそっくりだぞ、みんな可愛い星じゃないか。ルリ色星はきっとお前さんたちが降りてくるのを待っとるぞ。本当？待っててくれてるの？そっか、でもね、一度この星に降りたらもう僕二度とニライカナイには戻れないかもしれない、寂しいよ。大丈夫じゃ、お前さんたちにこれをあげようと言って種を見せました。これはな、種じゃ。お前さんたちはあの星に降りて土地をまず作るんじゃ。そしてその土地にこの種を植えて育てるのじゃ。まあ二人だけで育てるのは大変だから、子供を作って土地を大きくしてみんなで一緒に植えて育てるんじゃ。そしてな、この種を植えるとき、ニライカナイとルリ色星がつながるようになっておる。本当？育てればつながれるの？そうじゃ、この種を育てるためにニライカナイとつながれるんじゃ。だから寂しくないぞ。うん、わかった、
ありがとう天帝様。向こうの星でもこれを育てるために天帝様やみんなのことを思い出すよ。うん、いいかみんな、お前さんたちにこの種を任せて、そして星に降りてもらうということは、お前さんたちはそれだけ立派な神様になったということじゃ。みんなよく頑張った。いいか、よく聞くんじゃ天見清ねりきよ。お前たちはルリロボシの神様として、これから素晴らしい世界を作っておくれ。天帝様、ありがとうございます。こうして天見清、シネリキヨのいよいよ旅立ちの時です。あー、ルリロボシに行っておいで、元気でね。ありがとうみんな、ありがとう天帝様。私たちでルリロボシを素晴らしい星にしてきます。ああ、離れていても二代家内のみんながついておるから安心して行ってくるんじゃ。はい、天帝様、行ってきます。また会える日まで頑張ります。向こうでも元気でな。こうして白い馬に乗った天見清とシネリキヨはルリロボシに向かいます。しばらくすると、はあ、シネリキヨ、あそこよ、光の柱だわ。ここに降りればいいのね。ピカピカ光る目印を見つけました。よし、ルリロボシに行くぞ。ヒヒー。すると、おお、ものすごい風と轟音がルリロボシに響きます。あまりにも風が強いので馬が風にあおられて、なかなか星に降りることができません。さあ、強い風の中なんとか進み、星のそばまで来ました。ここがさっき上から見た光の柱ね。穴が開いてるわ。よし、天帝様からいただいたこの矛をその穴に刺しましょう。そうすれば降りられるわ。シネリキヨ、力を貸して。分かったよ天見キヨ、一緒に刺そう。天帝様から譲り受けた島ぐしなという矛、その光の刺しに、光の柱に二人は刺しました。いくわよ、せーの、えー、ドド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 ド。二人が島ぐしなを刺すたびに、刺した場所から真っ赤で鮮やかな火が吹き上がり、ルリロボシに次々と大地が生まれていきました。天見清とシネリキヨ、二人の神様によって、ルリロボシは真っ赤なエネルギーに包まれていきました。おわけあのやパパ、ハンナウモーク、ハンナウオハワイエモーク、ハンナウオマウイエモーク、おいやえおわけあのやおくからに、ハンナウォーモロカイヘモーク、ハンナウォーラナイカウヘモーク、ニリオープープー。
母上も花は似合うも裏の矢が天海清、天海清、起きて、起きて。いつの間にか火の力が収まり、瑠璃色星に穏やかな日々が戻っていました。天海清、天海清、ついに降りたぞ。瑠璃色星に降りたぞ。え、本当？ほら見て、シマグシナーが刺さった場所から塊が盛り上がってる。これ大地だね。大地ができたんだ。本当だわ。私たちが大地を作ったのね。あ、まだ暖かいよ。ちょっと歩こうか。この暑い大地を再び歩く天海清とシネリキヨ。すごいわ、キラキラしてる。そしてこの大地も暖かい。何この星は、こんなに美しいの。緑、空、空気、うわー素敵だわ。天海清、この星を二雷家内のような場所にするのが僕たちの仕事なんだね。ふと二人は手の中に握られたものを見つめました。そうだ、天帝様から譲り受けたこの種をここに植えて育てよう。そうよ、種を植えて育てればいつでも二雷家内とつながれるんだもの。あ、天帝様にもまた会えるよ。そうね、たくさん植えて育てましょう。二人だけじゃこの広い大地は育てきれないから、僕たちの子供を作ってみんなで育てよう。いいわ、子供たちと一緒に植えて実がなって、あー、このルビーの星が豊かになる、二雷家内になる。そう、このルリーロボシと私たちの二雷家内をこの種で結ぶんだ。そうしましょう。こうしてアマミキヨとシネリキヨは5人の子供を産みました。生まれたのは3人の男の子と2人の女の子。この子が大人になったらルリロボシの大地にこの種を植えるのね。あ、立派な大人になるまで私たちで愛情たっぷりで育てよう。とは言うものの、皆さん、子供を育てるって大変ですよね。それはどうやら神様も同じだったみたいです。さあ、5人の子供を育てるのはとっても大変。あの子が泣けば嵐になり、いやー、にゃー、おにゃー、あー、大変大変、どうしよう、どうしよう、あー、あの子が泣けば雨が降り、あー、早く雨止んでくれないかしら。そしてあの子が走れば雷が鳴る。いやー、もう何これ、みんなどうしてこうなっちゃうの。あー、もうこりゃ大変だ。あー、夕方になり、子供たちはさざ波の音に誘われ、すっかり夢の中。なんてかわいい子供たちなんだ。二人に抱かれ、すやすや眠る子供たちを見ながら、
穏やかな日々を過ごす奄美清と茂利清。私とっても幸せよ、茂利清。この愛しい愛しい子たちのためなら僕たちは何にでもなれる。やがて奄美清茂利清と五人の子供は立派な大人になりました。お父さん、お母さん、私たちも大人になりました。天帝様からもらったあの種をこの星の大地に植えます。どうぞその役割をくださいませ。みんなありがとう。私たちの手でルギロボシを二来家内のような清らかな場所にいたしましょう。とパサーと地図を出しました。私たちは今からそれぞれに切ります。そしてあなたたちが降りたその場所でその種を植えるのです。あなたはここ、あなたはここ、あなたはここがいいわね。私たち離れ離れになっちゃうんですか、お母さん。違うの。種を植えることでつながる場所が広がるの。これよ、これか。これがその天帝様彼の種だ。そう、育つ頃には黄金の実がなります。その実を未来家内に捧げて私たちもいただくのです。はい、お父さん、お母さん、それぞれの場所で僕たちは稲を育てます。そこにいる人間たちと一緒になって育てます。どうやって育てるのかあなたたちが教えなさい。はい、ではみんなそれぞれの場所で。はい、行ってまいります。奄美清、私も行こう。奄美清は最初に降りた場所で奄美清に任せる。はい、私はこの場所で種を植えましょう。子供たちとシネリキヨは種を持ってその場所から遠く遠くさらに遠くに旅立ちました。そして
奄美清はこの場所に残りました。さあやるわよ。よいしょ、えい、よいしょ、えい、よいしょ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 。いやー大変ね、この土地は硬いから。よいしょ、今日はぬかるんでるから余計に大変だわ。よいしょ、よいしょ。さあ奄美清は一生懸命土を耕します。蛇もびっくり。そして祈りながら大地を刻み種を植えました。雨の日も風の日も嵐の日も一人で一生懸命種を植えました。そして必ず手を合わせこうつぶやくのでした。二来家内の神様、天帝様、この稲を育ててくれる瑠璃色星の星に感謝します。この稲を育ててくれる大地に感謝します。この稲を育ててくれる太陽に感謝します。そして瑠璃色星に住む人たちと二来家内が再び結ばれますように。そんな奄美清の姿を泣きながら見ている
人間たちの姿がありました。ああ、我々のために神様自らが土を掘り種を植え稲を育てている、なんてありがたいんだ。天海清様が育てた苗がキラキラ輝いているぞ。綺麗だ。天海清様ありがとうございます。ありがとうございます。ふと天海清が手を止めると、私たちも天海清様と一緒に苗を植えよう。そうだ、天海清様のおかげで豊かな星になるんだ。天海清様ありがたや、ありがたや。皆さんありがとうございます、ありがとうございます。みんなで育てましょう。そうすればこの星は神の国ニライカナイと再びつながることができるのです。こうして天海清と人間たちは再び一緒に祈りながら歌いながら稲を育てていきました。この星で暮らす私たちがニライカナイと再び結ばれますように。天海清と人間たちが植えた実がこのように見たこともない美しい黄金色になりました。おー、光っているぞ。黄金だ、光に満ちている。これぞニライカナイの風景なんだ。そうです、皆さん、この黄金色の実を刈り、粒を一粒一粒剥いて食するのです。え、これを食べるのですか。
そうです。食べるのです。この稲の実は神様の魂のお裾分け。このお裾分けをいただくことで私たちは神とまた一つになれるのですよ。はい、天御清様、なんてありがたいんだろう。神様と食べれば一つになれるんだ。それでは稲を植えた時のように祈りながら粒を取りましょう。はい、この星で暮らす私たちが未来かないと再び結ばれますように。マイカルイヤケヤオクオカアイラロオハウメヤオクオハエキニオケヤクワオクオカエカレフオケヤクワオクオカオクオカエカプクイオケアクアオクオハヘクワダヘアヘクワダヘアヘクワダヘアクプヘクワダヘアヘクワダヘアヘクワダヘアダフヘクワダヘアヘクワダヘアヘクワダヘアノハヘクワダヘアヘクワダヘアヘクワダヘアハホヘクワダヘアヘクワダヘアヘクワダヘアクオカマウリオイケアクワ。イオラオルナイオラオラロイオラオルカイオラオカイロッコイオラオバオウアイケア。こうしてたくさんの稲が収穫されて、稲穂一粒一粒がルリロボシで暮らす人間の食べ物として取り出されました。神様である天御清が米を作ることを自ら教えたのです。その頃、稲の粒たちは真っ暗闇の中しくしく泣いていました。一体どうしたのでしょう。ね、聞いてよ聞いて、みんな聞いて。僕ね、さっきまでみんなと一緒に犬草になってたのに、人間たちが刈り取っちゃったから僕一粒だけになっちゃった。たった一人ぼっちで寂しいね。僕一人ぼっちで寂しいね。なんと米粒くんが泣いているではありませんか。稲だった時はみんなと一緒でいつも楽しかったのに、僕孤独なんだよ。寂しいよ、寂しい。お兄さん寂しいよ、みんな寂しいよ。お父さん寂しいよ、お姉さん寂しいよ。みんなどこにいたのねえ、みんなどこにいたのねえねえねえ、おいみんなどこにいたの。僕はここだよ。この真っ暗闇の中で何の返事もありません。しょぼーん、どうせ僕は一人なんだ、どうせ僕は一人ぼっちなんだ。僕ね、稲だった時は大きくて金色でゆらゆら揺れてたの。でも今やこんなちっちゃな米粒で、粒一つだけだったらこの土の中に落ちてるかどうかもわかんないじゃん。僕寂しいよ。その時です。あれ、何か光ってるぞ。なんだなんだなんだ、これ一体何なんだ。さあ、するとなんと、うわー、手が出てきた。何をする。大きな手が
やってきて米粒たちを掴んでしまいます。米粒、お姉さんも掴んじゃう。うわー、掴んでる、米粒を掴んでる、米粒を掴んでる、後ろからも掴んじゃうよ。掴んじゃう。わー、だー、なーに、なんだ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 、うわー、なんだこりゃー。さあ、大きな手は容赦なく米粒を掴みます。勇者なく米粒、勇者なく米粒を掴んじゃいます。ああ、痛い痛い痛い、むにゃむにゃする、むにゃむにゃしないで、むにゃむにゃする。ああ、どこ行く、あーれあーれー、あれあれあれれれれれ、あれ、やだ、久しぶりじゃん、元気だった、会いたかった、会えたよ、あれあれ、なんとムニムニュされたおかげで米粒たちが再会しました。わあ、みんな会いたかった、やった、また一緒に暮らせるね。ねえねえ、どうやら僕たちはまた一つになるみたい。だってほら見て、僕たちリボンでくっついてるよ。あ、本当だ、体にリボンがついてる。そっか、さっき大きな手がギュッギュしたから僕たちまたつながったんだ。さらに、あれ、今度は黒いお布団がふわふわパリパリ、気持ちいいな。このお布団とっても香ばしい香りがするよ。ああ、もう安心だね。うん、僕たちはもう離れない、大きな大きな一つの塊になったんだ。稲の時のようにまた一つになった、やった、家族になった、やったやった、ピッカピカふっかふかの大きな家族だ。こんな天海清の物語でした。ありがとうございました。プラハのリットボー、アロハ。
そして最後に踊ってくださいました米粒ダンサーズ拍手、大きな拍手お願いします。さあ皆様、そしてね、ここにお米たちが登場しましたよね。さっき黒い布団にくるまれましたよね。さあこの後1時から皆さんそれが体験できる素晴らしい、あの佐藤初音さんのおにぎりの無料、あ、おむすび、おむすびの無料配布がございますので、ぜひそちらもあの足を運びください。ということで紙芝居しなっちゃん、そして浦野友のコラボレーションでした。ありがとうございます。アロハ。ありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。いやもう魂が震えるような沖縄神話と浦野コラボ、もう他では絶対見れませんね。もう日本でここだけというよりも世界でここだけ、もう奇跡のコラボを見せていただきました。ありがとうございました。あ、でもあの要望あったらどこでもやるんで、はい、これからあの、はい、いろいろご要望があったら全国どこでも伺いますので、ぜひあの2人セットで伺います。よろしくお願いします。ご依頼ください。よろしくお願いいたします。